はい、
オ ASMR、 はい、好きなチャンネルね。まあそれ身内ね、ファミリー、まあファミリー以外だとね、よく見るのはね、ASMR ブルーケイティとかね、あとはラテ ALTTEASMR とか、あとはね、まあ結構いろいろ見ますよ。ASMR とかね、まあでもまあ大体有名どころは見ます。はい、あなたのサロンで好きなものは何ですか。あなたのサロンでちょっとこれ New What do you want with your salon?難しいね、わからない。あなたのサロンは、your サロン、あ、まあ、じゃあ、まあ、この後ろの飾り結構好きかもしれない。時計好きです。時計。はい。まあこれも ASMR を始めることをどのように思いついたのですか。またあなたが作ったお気に入りのビデオは何ですか。まあこれもまた始めた きっかけね。はい。あのとにかくね、先にバイノーラルマイクを買ったんですよ、私。そしてバイノーラルマイクを買って検索したら ASMR というのが出てきて、それで、まあよく言うあのシャンプー用をいっぱいみんな ASMR やってて、それでシャンプー動画を撮ったのが最初の頃かな。あなたが作ったお気に入りのビデオは何ですか。はい、まあ一番バズったやつはティックルティックティックティックルナ、一番好きかな。まあ一番バズってますので、これまで制作したお気に入りの映像も、まあじゃあ一応概要欄にも書いておきますね。まあ ASMR 一番はまあイヤーイーティングは結構好きかもしれない。イヤーイーティングとかね、あとはそうあの邪気を切るやつとかね、結構好きですね。はい、これ何キリュウちゃんとマジマジさん、どっち、キリュウさんとマジマさんって知らないんだよね。ちょっと待って、キリュウちゃんと、ちょっとあれどっか行っちゃった、キリュウちゃんとマジ、これどっかにないかな。現場
ASMR に初めて参入したのはいつですか？お気に入りの ASMR リストは誰ですか？あ、これをね、初めてもう4年ぐらいかな、4年ぐらい前、もう長いね。お気に入りの ASMR、まあここに乗ってるとしたら、まあ、結構ね、しなこちゃん好きです。しなこちゃんね、あとはね、まあ、この辺は友達だから、普通にそうそう、なんか難しいよね、海外の人難しいよ。
ウェス・アンダーソンの映画がすごい好きです。ウェス・アンダーソン監督。あとは、まあコンサートへ、まあ本当に、マネスキンは見てみたいね。マネスキン。前日は名前呼び ASMR ありがとうございました。教室で質問させていただきます。今の時代アイドルグループが多く存在し、一般的にアイドルの存在が受け入れられておりますが、まさえさんが気に入るアイドルグループおよびメンバーはいらっしゃいますか？はい、今活動してない、ベビーメタル、ベビーメタルはね、すごい好きで、ライブも、よく行ってたんだけど、メンバーがちょっと抜けてね、アイドルは、まあ、そんな感じかな。ベビーメタルは好きです。あなたの好きな種類のピザ、ピザはね、丸かけ、マルガリータ、マルガリータ。あと普通の、なんつうの、普通のピザ、普通のピザなんだっけ、普通のピザ、あとで調べとく。はい、お気に入りの ASMR アイテムは何ですか？あ、アイテムね。あ、これもう壊れてきた。この椅子壊れてきた。また椅子か。やっべ。は、ちょっと待って。はい。これとかね。これとか。これね、字幕作るの大変だよね。まあ、あなたの好きなマイクは、まあ、一番好きなのは、イヤホンの、ローランドの、ASMR を見て寝ることはありますか？ない。あなたの人の ASMR を聞く方が多いのか？寝るときはあんまり聞かない。私ね、お酒を飲むのでね、すぐ寝ちゃうの。限界ですぐ、お酒を飲むのですぐ寝ちゃうので、寝るときに ASMR をね、聞かないね。はい。好きな食べ物ね。好きな食べ物はね、これ海外の人わかんないかな。ふきのとう。ふきのとうと、ジビエ。ジビエって、
ジビエって鹿とかね、イノシシとかクマとかね、食べるとホッとする料理、食べるとホッとする料理はね、吉田のうどん、ほうとう、あ、山梨名物うどんです。うどん、うどん。あなたの好きな音楽アーティスト、はいはい、まあ普通に、まあ今マネスキン、マネスキンばっかりだな。今はいマネスキン一押しです。あとはね、コスチューム
やりたいことはまあまあチャンネル登録30万人を目指して頑張りたいと思います。はいはいはい、学校でやらかしました。恥ずかしくてやばいです。応援メッセージお願いします。はい、あのね、全然ね、恥ずかしいことはね、あの経験として、あの全然大丈夫なので、まあ、大丈夫だよ。あ、失敗は成功のものと言います。あの、そうそうそう、はい、まあ、本当に海外の人多いな。進撃の巨人を見ますか。あ、進撃の巨人 見ないんだよね。進撃の巨人ね、一番最初ね、あのコミックだった頃ね、ちょっと絵が苦手で、結構ね、あの絵が苦手だとダメだったりするのね。あの、あ、鬼滅の刃も、刃も、あのちょっと絵が苦手でダメだったんだけど、あの頑張ってみました。はい、最近夜になるといろいろ考えすぎちゃって泣いちゃったりします。何か直す方法ないですか。あ、全然泣いていいと思います。あの喜怒哀楽ははっきりして、あの泣いても、うん、どんどん泣きましょう。泣いて、あ、もう本当に海外の人多いな。はい、好きな日本食、好きな日本食ね、刺身、特にマグロ、マグロ、ツナ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 、マグロ、マグロのお刺身を、白いご飯と食べるのが、うん、大好き。うまいんだ。あのね、また話長いよな、これ。字幕大変だな。はい、サウナに入って、あのお酒を飲んで、刺身と白ご飯をちょっと食べると最高です。はい、すごく最高。お気に入りの ASMR トリガー、私はやっぱね、メイク音、メイク音好きだな。メイク音が一番好きかもしれないな。あの、ちゃんと字幕つけ、もう海外ね。あなたは日本のどこから来ましたか。はい、日本、ジャパニーズ、山梨県というところ、山梨県、あのマウント富士山の近くです。富士山の近く、マウント富士ニア。そしてあなたは何歳ですか。はい、いつも聞かれますけど、ブラッドピットと同い年です。あなたの最大の夢は何ですか。あ、最大の夢ね、最大の夢ね、なんだろうな。まあ、まあ、なんだろうな。あ、一応ね、アメリカの YouTube スタジオで動画を撮りたいというのが一つね、ありますね。まあ普通にあのチャンネル登録100万人とかね、あなたの好きな映画、あ、好きな映画はねすごいいっぱいあって、さっきも言ったけど、あのさっき言ったウェイサンダウさんも好きなんだけど、キューブリック、スタンリー・キューブリックの映画大好きです。
ことがないのはね、まあ、特にアメリカは行ったことないので、アメリカとかね、南米とか行ったことないので、あとオーストラリアも行ったことないな、まあ、アジアも行ったことない、行ったことない国はいっぱい行きたいと思います。あ、あとフィンランドね、フィンランド行きたい。高校入試まであと1ヶ月です。応援のティックル、ティックルティックルティックル、応援のティックルね、はい、頑張ってね。あー、ホビーズ、趣味は本当にね、趣味は本当に YouTube を撮ることが最大の趣味。あとね、ガーデニングと茶道を習ってまして、あとサウナが大好きで、あとまあバンドも大好きですよ。はい、はい、太陽くんとコラボ、はい、太陽くん今ちょっと、あなたはどの都市に住んでいますか。はい、ジャパンの山梨県都留市というところに住んでます。富士山近く、マウント富士ニアです。あなたは自分でたくさんの ASMR を聞いてますか。あ、ASMR はね、かなりチェックしてます。いっぱい見てますよ、ほんと。マサイスさんは YouTube を始めてどのぐらいで再生数が並びましたか。私も別なところで YouTube なかなか伸び、私もそんなに伸びなかったかな、3年ぐらいは。そんなの、あのね、全然あの伸びる伸びないじゃなくてね、あの本気でやりだしたのが、あのピコ太郎の影響と、あと、韓国のサイね、ピコ太郎がね1億再生になった時に、あ、これはやYouTube やばいなと思って始めました。あ、もう買うんかな。はい、頑張ってね。あのね、 YouTube はねコツコツだからね、落ち込んだ時の立ち直り方は、あのね、これはよく知ってます。寝るのが一番、そうそう、これ脳科学でも有名だね、寝るのが一番。あとね、あの別にあの落ち込む、まあだからなんつうのか、失敗は成功のもと、って感じでね、体罰教師をすぐ辞めさせるを教えてください。教育委員会に電話して、まあ見てください。ではあんまりね、人って変わんないんで、あのいつもほんとあんまり人を変えることを考えるの難しいよね。マイク、はい、What's luggage?私ね、いろいろ本当に勉あのできないんだよね。一応ね、英語、スペイン語、韓国語、イタリア語、フランス語、ドイツ語。
させてもらうと、あのゾワゾワしてた。だからちっちゃい時から音フェチだった。あと音楽好きだからね、音はすごい好きだから、ほんとちっちゃい時から音フェチです。私、正義さんはお気に入りの YouTube チャンネル何ですか？ひろゆきの切り抜き。まあ最近あんまり見ないな。まあ普通よくおじさんちゃうひろゆきとかね、ホリエモンとか、よく見ます。あとチェックしてるのはちょっと待ってね、普通にチェックしてるのは、あでもあのね、パーティーのビデオをね見るのはすごい好きです。あとねガジェット系もね、ガジェット系、そうそう、今ね、なんだろうな、あと落合陽一とかね、あんまり見ない。少しあのまあ書いときますよ。これちょっと長くなるな。はい、日本の住む日本こっちは良いですか？アイルランドから。アイルランド、あ日本は住みやすいです。でもアイルランドも寒いと思いますが、ここも寒いです。暖かいところに行きたい。これは TV ショー、 TV ショー、 TV ショー、ね、わかんない、わかんないけど、でもね、ネットフリックスで、イテオンクラス、イテオンクラス、好きです。あと韓国の時代劇も好きです。あなたの好きなスーパーヒーロー、スーパーヒーロー、バットマンかな。まあバットマンの映画よく見るので、バットマン、あと007 007とか、スーパーヒーローじゃないけどジョン・レノンが好きです。ジョン・レノン、まあスーパーヒーローね、あ身長、あ身長177cm です。センチわからないからね、フィット、あのThe job along with YouTube. YouTube 以外の仕事、はい、美容室、美容室、あ、ヘアデザイナー、ビューティシャン、はい、体が硬くてもダンス教室通いますか？高校卒業、就職で、あのね、体が硬くても全然大丈夫です。結構ね、ダンスやってる人は結構体硬い。これ難しいよね。自意識過剰、どのようなあなた自身、肌にとても自信があり快適ですか？あなた、これ難しいよね。英語はね、ちょっと待ってね。スキン、肌、あ肌は快適。あ、でもね、乾燥肌です。肌が、これ難しいよね。ちょっと待ってね。これを訳してみると、あなたはとても落ち着いていて満足してる。あ、落ち着いてますね。そして私はしばしば緊張して自己意識を持ってます。あなたは自分が誰であるかと。
心に回っています。はい、だから、自分は主人公であるということをいつも脇役ではないのでね、はい、琥珀糖ね、今度食べますね。琥珀糖は、夏のお菓子なので、さんとの馴れ初めはね、奥さんは私のファンだったって、私若い頃からね人気者だったんです。はい、あなたの星座は何ですか？水亀座は英語で何つうんだろう。アクエリアンかな、アクエリアン、はい、どうして僕たちは生きているのですか？マサイさん流で教えてください。僕たちはなぜ生きているのでしょうか？生まれた体やね。それは生まれたからですね。まあ若い頃はそういうの考えるね。チャンネル名を選んだ理由は何ですか？リップスティックビューティーサロンってここのお店がリップスティックビューティーサロンで、ヒメールトラブルという映画があってね、ジョン・ウォータースの、そこの中に出てくる美容室の名前がリップスティックビューティーサロンで、その名前を取りました。ちょっと可愛いからね。休日は何をしてますか？いつもね、